皆様こんばんは。株式会社ソンイチチャンネルです。イエーイ。本日は2軒目ということで、今からねうちの地元のね最強のコスパの居酒屋レンダコさんにね行きたいと思います。もちろん美味しいものも紹介しながら、私がね1時間でどんだけ飲めるのかっていうね、行ってくよー。こういろいろ書いてありますね。感染症対策とかいっぱい書いてありますね。こうレンダコパックとか、まあこれあれですね。で中の方にね他のお客さんが映らないように中に入っていきたいと思います。とりあえず一杯目いきたいと思います。最高っす。落としてねキャベツが出てきます。このバーバーの店は結構あるんですよ地元に。何店舗3店舗4店舗かな、4店舗あるんですけど、でもね落としてキャベツが出てくるのはこの黒い店になります。おっさんに野菜は嬉しいですね。漬物来ました。なんかいいですねこういうなんか漬物最高です。俺ねぬか漬けが嫌いなんですよ。浅漬けが好きで、なんでこういうねなんかちょっとこういう市販の漬物みたいな方が好き。おっさんの向こう側行ってもね多少ハイペースで飲んで酔ってます。自分のペースで飲むとね朝までいけるんですけど、あんまり飲まない人だと面白くないんでたくさん飲むようにしてます。すいません、お帰りください。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、やはりねどこの居酒屋もだんだん濃くなるね。もう2杯目がめちゃめちゃ濃いね。タレが入っちゃうけどめちゃめちゃ安いですね。ちょっと光が入ってもしれないですけど、今もこんな感じです。コスパ最強。漬物の最高、もう最高最高。20年前から変わらず味最高。もうねこの皆さんね静岡県だと有名なのがメロンと、まあ鈴木農園のトウモロコシ、原稿三杯だと思うんですよ。でもねこの鈴木農園が最高、俺の中でも最高。誰頼む人もいるんですけど、私はもう塩派なんで、塩の方、毎回塩の方。一人で飲むと話とかいないかな。さっきのとこはちょっとジジイどもがいっぱいいたから話すことがあったけど、ここはねちょっと最高にコスパがいいんですけど、駅前なんで結構ねいろんなお客さん来るんですよ。地元民じゃなくて出張者とかいろんな会議の人とか、会議っていうか上がりの人とかが来るんで、今日は知ってる方がいないですね。なんで私孤独です。2杯目終わりました。3杯目いきます。さあすいません、ウーロンハイください。氷一杯が好きです。あとあなたが好きです。つまらんね、もう酔ってるとクソつまらん、ね、まあ酔ってなくてもつまらんけど、もうつまらない。とりあえずすいません、見てる方が不快になったらコメントください。不快です。コメントください。ちなみに今ね17分52秒です。全部このお付き合いいろいろ頼ましたけど、なかなかこのクオリティでこのコスパのいい作りはないです。なんで全部実験の熊本市を頑張っております。前に人がいるんで恥ずかしいです。お腹いっぱいでも食べれるってすごいね。今日の時上だった。あれじゃん、酒好きじゃない。嫌いなわけじゃないけど。飲むのは簡単。こんなんじゃない。すいません。ちなみにさっきのキャベツと枝豆も落としてあります。すいません。
三枚目終わり。顔は感じるね。すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃ置いといてもらっていいですか、これ置いといてもらっていいですか。氷が好きです。ちょっと量が増えちゃった。4杯目です。 4.5 杯目です。氷が好きなんですよ、なんせもうお腹いっぱい、もうお腹いっぱいでさ、胸いっぱいになって、胸いっぱい誰か私のことを胸いっぱいにさせてください。こんなブザーで、こんな赤くて、こんな太ってるおっさんですけど、よろしくお願いします。いろいろご承知です。どうなんですか、本当に居酒屋あるわけだから本当にペースが早い。そのお酒ってどんどん濃くなる、薄いのもたくさん飲むでしょうか。お前になると思うんだけど、もうこれひな祭りみたいなんだよ。ひな祭りかな、これ3月1日生まれだけど、ひな祭りメール入れたからね。4杯目が長くなっちゃう。お得な4杯目トークショーの数百円トークショーの。でもここで一つ言うんですけども、10年20年前から知ってるんですけど、ここでやってくれてもチーフがいるんですけど、チーフがいるんですけど、めちゃめちゃ綺麗。本当ね、お子さんも結構大きい、多分26とか7ぐらいになるんじゃないかな。でも本当若く見えて30歳ぐらいに見えるチーフがいるんですよ。なんでぜひねここに来た時は見てください。もう多分ね惚れちゃうと思うね、みんなね、本当に惚れちゃうと思う。見てください。いやすごい忙しいですよ、声聞こえると思うんですけど、すごい忙しい。やっぱすごいですよ、このコロナ禍にお客さんが入るってことは、そのコスパの良さとか、その人柄とか、その人たちのやり方とか、すごいですよね、見習いたいです、勉強になります。今ちょうど30分。すいません、ください。よく分からなくなってきました。ちょっと行きます。氷いっぱいの焼酎できました。入れていきます。得した、満タンなの得した。来ましたレバー、これ最高レバー、最高レバー、最高のレバー。このレバー神になったぐらい美味しい、本当に美味しい。いや神だな、全国の人に食べさせてあげたい。もう本当におのおのここ地元に最高のレバーがあると思うんですけど、うちの最高のレバーはここです。うちの地元の最高のレバーはここです。本当に最高、もう本当に最高。女性なんか最高だよね、多分貧血の方とかさ、そういう人がいたら本当に最高だと思う。ここのレバーを食べてください。飲ませていただきます。すいません、もう一杯ください。すいません、すいません。どうぞ。もう、もう、もう。吉野さんがさ、じゃあ監督辞めたらやばいじゃん。じゃあ、マッキーユーのモチンかっこいい。マッキーユーだよね、マッキーユーだよね。マッキーユーやばいよね。あの顔見たら、俺もあの顔になれたらさ、だから人生変わると思うもんね。あ、これくらいしかない、多分マッキーユー。今1時間3分経っちゃったんで、あれですね、3分。1時間で名前述べるか企画を5杯で終わっちゃいました。すいません、5杯で。でも本当に、うちの地元の連打子さんは最高なんで、皆さんね。
静岡県に来た際にはぜひ寄ってください。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それじゃあね、みんなバイバーイ、おやすみ。お会いそうきました。そうね、いくらと思います、こんだけ飲んで3900円なんて、もうめちゃめちゃコスパいいよね、めちゃコスパいい。皆さんぜひね、袋井の連打子さんに来てください。よろしくお願いします。